はい、コースパーティーブラッドドライブ続けていきましょう。ちょ、 BGM が結構シリアスなんで、多分そういった感じのシーンだと思うんだけど、窓からの西日に金色に輝く教室に下を向いて思い詰めた様子のあゆみがいた。大丈夫、委員長。ナオミはあゆみの前の席に座り、そっと声をかけた。ナオミも目の下にクマがあり、あゆみと同じく病的な顔をしていた。精神的にダメージがでかそうだよね。なんか外傷みたいなものはもうほぼないようなもんだと思うんだけど、心の傷がすごそう。左手にぐるぐると包帯を巻いた歩みは力なく笑顔を作る。リスカートですね。ごめんね。ガスガスさしてたもんね、だってあ、ハサミみたいなやつで。何気あのね、ダッセーパーカー着たやつがいなかったらやばかったかもしれない。もうこれ以上迷惑かけないから。声に力がこもってないよね、やっぱ。迷惑ってどういうこと？お前またなんかやらかそうとしてんのか。ナオミの問いには、答えずに、あゆみは複雑そうな微笑を浮かべるとそのまま教室を出ていった。委員長、今出て行ったの篠崎か？ナオミ、どうしたんだ？委員長、なんだか思い詰めてるみたい。私たちでフォローしてあげた方がいいかも。お前もだよ、ナオミ。無理していないか？大丈夫。辛いのは私だけじゃないし、私一人甘えてられないもの。というか、お前らはいつくっつくんだよ。初代コープス、俺が実況したさ、あれなんだよ、RPG スクールダンテ98でできた、いっちゃん最初のコープスパーティーだと、なんか、それっぽい雰囲気を漂わせながら終わるみたいな感じだったんですけど、結局なんかこの二人ががっつりくっつくみたいな、なんかそういう描写みたいなのってコープスパーティー全体通してないんだよね。委員長、変な気起こさなきゃいいけど。それをフラグと言うんだよ。いや、やりそう。てかこれ流れ的になんかやるでしょ、委員長。歩きながら入院中のことばかり思い返していた。手足に包帯の巻かれた歩みの病室を花を抱えた女性が訪れる。はじめまして。あら、そっくりですね、お姉ちゃんと。誰なんだよ、この人。私は山村未来、あなたのお姉ちゃん日の江と共にウィッカインスティテュートという精霊崇拝組合に所属しているものです。痛いよ、これはかなり痛いよ。ちょっと本当にお前のお姉ちゃんかなり痛い団体に所属してるぞ。お姉ちゃん。はい、これはお見舞いです。そう言うと手にした花束を脇のテーブルに置き、キョロキョロと辺りを見渡す。ご両親は今いらっしゃらない？お買い物に行っています。そう、お父さんもお母さんもまだ知らないのですよね、日の江の死を。天神症で死んだっていうわけじゃないから、なんかその存在そのものが抹消されたっていう、他の仲間たちとは違うんだよね。彼女が命を落としたあの日、あなたを追って旧篠崎家跡地へ向かう前に、日の江は私に最後の連絡をくれていました。姉ちゃんが？きっと自分の運命を理解して、そして受け入れていたのね。精霊は人の死期を教えてくれるの。痛いんだけどあなたのその精霊ごっこ痛いんだけどその分できる精一杯の行動と覚悟が持てる。彼女は立派だったわ。あゆみの目からボロボロと涙がこぼれてる。山村うつむいて、おえつを始めたあゆみの背中にそっと手を当てる。あゆみちゃん、日の江の意思を伝えるわ。
黒の本ブックオブシャドウズを取り戻しなさい。代々篠崎家が守り続けてきた門外不出の禁忌の書よ。あの本が心ない者の手に渡ればこの世は混乱の淵に落とされてしまう。なんかホラーというよりはなんかファンタジー色の強い SF ものみたいになってきてなんかジャンル変わってないこのゲーム。あれ俺やってんのコープスパーティーだよね。私たち WI は精霊と心を通わせる自然の意志にただ沿おうとする白魔女の組合。ほらもうだってもうファンタジー色が強すぎる。何白魔女って何なの。お前ら何者なのなんなのホラーゲームだよね。コープスパーティーってホラーゲームだよね。ご両親の反対を押し切って篠崎家から飛び出した日の絵は今さら関わるのをためらっていたのだけれど、近年その存在を感じるようになってずっと気にしていたの。私とウィッカの仲間で調べたけれど篠崎義江と幸子の屋敷跡地にはなかったわ。更地だったはずのあの場所に焼け焦げた家の梁や瓦礫が現れていて驚いたけれど。じゃあ燃えたんじゃないの。けれどあの場所からは消えても感じるの。存在はまだ残っている、この世のどこかに。山村は歩みの目を見据えて話す。この町にあなたや篠崎義江と同じ篠崎家の血筋の方が住んでいたのは知っているかしら。山村は懐から取り出した手帳に人の名前と住所をさらさらと書き、ピッとちぎると歩みに手渡した。篠崎何でもなこれ三月、いや違うなこれなんだこれなんだ、五、いやー読めない。五月。名前を見て歩みは篠崎家の地下で見た家系図を思い出す。牧野、覚えている名前だわ。いやこれ牧野は読めないわ、ごめん。地下室にあった申し訳ない、これを牧野は読めないわ。の上に並んでいた彼女の母の妹、おばにあたる人。おばか。その牧野さんの家に行けば何か黒の本を取り戻すための手がかりが残されているかもしれない。いや全く無関係なこともあると思うんだけどね。だって現にさ、このあゆみちゃんのお母さん全くなんかそういう要素みたいなの関わってなさそうじゃん。普通になんかそういう話して大丈夫、何言ってんだこいつみたいな、そういう扱い受けない。私たちは霊に対する感受性が強すぎて部屋に入ることもできなかったわ。本当か、めんどくさいからこっちに押し付けただけじゃないの。本当かそれ。何が起こるかわからないけれど日の絵の意志を継ぐ強さがあるのなら頑張ってみなさい。僕は偉そうだよな。それだけ言うと山村は病室から出ていった。お姉ちゃんの意志、受け継がれる意志と、ワンピースみたいだね。病室を出た山村に背後から話しかける少女がいたで、なんなのこのゲーム始まってからコスプレイヤーしか出てないんだけど。コスプレイヤー多くない？コープスパーティーじゃなくてコスプレパーティーに名前変えた方がいいと思うんだけど、誰なの。胸元がっつり開けすぎじゃない？すごいエッチいんだけど。ご苦労様。これでいいのね。お前らが息をしているだけでこっちは虫唾が走るんだ。口悪いぞこの子。殺さないでやるからさっさと消え失せろ。一部の人間喜びそうだけどね。たく、世の中アホばっかり。そうつぶやき病室の歩みを一別する。篠崎一周するか。簡単に死にやがって、くっそ使えない。なんなんだこのゲーム。いやバカにしてるわけじゃないよ、全然バカにしてはいないんだけどさ、いやなんかジャンル変わりすぎじゃないっていう、そのギャップにすごく驚かされてんだけどさっきから。
名前忘れちゃったよ。の住んでいる団地に到着した歩は強い眼差しで一人団地を見上げる。サトシたちを巻き込むわけにいかない。自らの血の責任に孤独な戦い始めようとしていた。また面倒ごとに巻き込まれるんだろこれ。シモレンジャク南団地、不気味すぎない？随分ボロボロ。これは何かの事情で取り壊されないまま放置されているのね。管理されているのかしら。いやというか人住んでんのこれ。普通に人住んでんすか。あ、来たー。これゲーム始まってもう多分40分以上経過してますけど、ここに来てようやく初セーブですよ。ありがてー。というかもうちょっと置いてくんないっすかねそれ。いいで、セーブマキスロット、はい、オッケー。ちょセーブできたよね。もう一回ほいっちょ。よし、さあやっていきますか。こういうとことは調べないな。ほとんどの名札がなくなっている上、残っている名札は経年劣化でやはりボロボロ。紙は茶色く酸化し、文字もかすれてほぼ読めない。ここにはマキナさんの家はない。あ、そう、マキナだ。別の塔を見てみよう。はいはいはい。あ、じゃあ登る必要はないのかな。ぽいね。はいはいはい、ないね。でこっち側はいけないっぽいから、まあ、必然的にこっちに行こうかな。操作性が悪すぎるじゃあキーコンフィング変えとこうかな。次のパートになったらこれちょっと WASD にするぐらいだったら矢印キーに変えるか。これ不法侵入だよ。いいんだいいんだよ、誰もいなきゃ。それはすなわち犯罪なんだ。じゃあ腹からさ、バレなきゃ犯罪じゃねえんだよ。気が引けるのと不安で落ち着かないや。急に扉が開いてこらって怒鳴られたらびっくりして死んじゃうかも。かわいいかわいくないこの表現。お、隠れイベントか。ん？操作してないよね今俺。本当に驚いた時には、恐怖と見栄に挟まれて動けなくなる。弱気な人間の滑稽さに自分で嫌になりながら歩みは誰かが降りてくるのを待った。しかし数秒経っても誰も降りてこない。足音だけ聞こえてきたと。確かに足音がしたのに。あそこだなもうほぼ確信を持って言える、これだな。ポストの中にはティッシュペーパーの包みがたくさん詰め込まれていた。汚ねー。長年ポストの口から入れ続けてどんどん積み重ねたのか、下の方から茶色く変色している。何あれ？お？よく手突っ込む気になるよね。やはり天神症クリアした人間は肝が据わってるというか、というかぶっちゃけこの程度じゃもう驚かないよねもう数々とさ、ね、魂とか死体を見てきたんだから、今さらこの程度じゃ。すると奥の方は血濡れだった。鳥のメスの死体が入っていた。いや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 、あーそっか、なんか委員長ってさ、なんかその霊的なものを感じやすいみたいな、なんかそういう設定あったよね。逆に危ないのかな。じゃあ錆びた郵便受けの扉に篠崎とマジックで書かれている。ビンゴ。
じゃあこれで上に上がっていく感じいいのかな。ちょ、一旦セーブしに行こう。じゃあ一イベント終えるごとにセーブしに行くのをちょっとそういうの癖として身につけよう。はいはいはい。はい。なんかところどころアルファベット多いと思うんですけど、もともとなんかスチームで今これ日本語訳したやつにしてるんで、なんかそういう弊害みたいなものが出てるのかもしれない。こっち側には行けない？行けないか。じゃあ、あんま行くとなんか出れなくなりそうなんで。じゃあおとなしく上に行きますか。おお、歓迎してくれてるね。ようやくコープスパーティーラスターが出てきたよ。え？治安悪すぎだろ。クソ治安悪いんだけど。絶対なんかさ、居場所を追いやられた低所得者の集まりだよな。なんかねクソみたいな場所に住むっていうことぐらいだから、なんかどういう人間が住んでるのかっていう予想ができるけど、ろくな人間いないと思うよ。気のせいだよね。懐中電灯、懐中電灯は使い続けてると電池がなくなって消えてしまいます。その場合は新しい電池を見つけ出して使うとまた点灯するようになります。はいはいはい。ちなみに今設定で無限に懐中電灯のライトが使えるっていう設定にしてるんで、まあ、そこら辺心配はないですね。401篠崎来た。もうすでにやばくない？部屋に入る前の段階はもうすでになんかやばそうなんだけど、大丈夫？委員長大丈夫か？ちょっとこんなやばそうなところでね、単身トイレ行ってくればよかった。おっと、さすがコープス、そういった要素もちゃんと取り入れてくれると。我慢しなきゃ。さすが外道院さん、分かってますね。ノックする。あ、とりあえずノックしようか。すみません篠崎ですけど、まだ時間かかりそうですかね。インターホンではなくブザーのようだ。押してみるが虚しくカチカチと乾いた音がするだけだ。通電はしていない。じゃあ人は住んでないか。ちなみにさ、こういう全く関係ないところとか、まあ無理だよな。え、どうすんのこれ。部屋のドアは閉まっている。ドア開ける。え、てか開くのこれ。はい。携帯、びっくりさせないでよ。こんな時に。誰これ、知らない番号。なんか俺もね、最近全く知らない番号からよく電話かかってくるんですけど、怖いよねあれね。なんか着信拒否にしてもさ、いや多分ね、かけてきてるとこ同じとこなんだよね。なんか番号変えてまた改めて送ってくるっていう、なんかクソ迷惑な、あれ何なんだろうな、怖いんだけど。もしもし、ナイク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 。怖くないんだよな、なんか笑っちゃうんだよね。何これ。番号表記は、表示は消えている。あれ、あれ壊れたかな。やだ。改めてだけど、これ全部独り言なんだよね、あゆみちゃん。結構喋るね。まあ、今画面の前でパソコンに向かって喋ってる人間が言うことではないと思うけど。え、ちょっと開けてよ、いい加減開けてよ。行こうぜ。開いてる。お、開いてんじゃん。じゃあお邪魔しまーす。うん、
怒りっぽい。人が住まなくなってから何年ぐらい経っているんだろう。あゆみちゃんおしっこ大丈夫？なんかさっきすげえトイレ行きたそうだったけど。お邪魔しますというかあれだよね、多分トイレあるよねこれ、人の家だから。靴脱いだ方がいいかな。素晴らしい日本人精神。おかえり。え、住んでんの？住んでらっしゃる。電気通ってないけど、このろうそく一本の明るさでたくましく生きてんのか。今人の声が。セーブセーブセーブ、とりあえずセーブさせろ。あゆみちゃん、とりあえずセーブさせろ。あ、そうだ、篠崎芳恵の家に行った時の教訓を生かさなくちゃ。何それ。今回はちゃんと用意したんだから。お姉ちゃんが研究のために使ってたボイスレコーダー。2008年11月10日午後7時48分篠崎牧野の家捜索開始。なるほどね。私は大丈夫、頑張れる。あの学校とあの家をくぐってきた。そうだよ、あの経験と比べたらこんなもんへでもない。だ、脱出できるんだもん。出ようと思えばだってもう今にいても出れるんだよ。アインクラッドをクリアしてきたのに今さらねえ、なんちゃらヘイムやってもガンゲールやっても全く怖さを感じない。 SAO と一緒、全くアニメ見てないんだけどな。アリステーション入ってから全く見てないんだけどな。じゃあとりあえず、どっち行くか。電気つけ、あーでもあれか、通ってないのか。電気はセーブしてやんね今。こっちは、お、いやなんかもう惹かれるんだろうな、なんか運命的に本能でなんかこっちなんだろうなっていうのが分かってるんだろうね、求めてるものか。なんかわしきトイレのようだ。ほう、趣があっていいね。汲み取り式ではなく、ひどい、臭菌などは充満していない。水は出るのかな。大きな音で水が流れ出しても怖いな。よくないよ、我慢はよくないよ。なんでこんなにおしっこしたいんだろう。体調のせい、いや作者のせいだと思う。愚問だよな。エロい、ただただエロい。無人の廃屋の団地で持ち主の亡くなった家に入り込み、一人便器にまたがっている。まるで敵の巣窟の奥の奥に一人紛れ込んでいるかのような気分だ。うん、なんかメッセージに怖さはあまり感じなくなったよな、過去作と比べると。これ多分なんか歩み視点だからっていうのもあるかもしれないんだけどさ、なんか神の視点で見た時のなんかあの淡々とした口調というか、あのすごく丁寧な感じのメッセージ文がさ、すごく怖さを引き立ててたんだけどさ、過去作なんかあまり感じないよねそれを。さあどうぞ。緊張して出ないや。え、あゆみちゃん血尿出てないこれ、ちょやばくない。ほっとする声も漏れ、ようやく出たかと思いきや
腹部の重さは減っていない。え、私まだしてないのに。定期的に落ちる水温に肉を刃物で切り裂く音を混じる。何者かが手首でも切っているかのような音だ。やだ無理。ということはこっから耐久レースが始まるわけか。まあそうゴールにはさしてくんないよな。これはもうなんかあゆみちゃんだよね。この子誰だっけ。ちょ待って、名前あれあゆみだよねお前。あ、ゆかちゃんだ。そう思い出した、思い出した、ゆかちゃんだなんかごっちゃになってたけど、そうだよな。まああの一連のイベントからな、だんだんそう簡単にトイレに行かせるわけがないというのは分かってたことなんで、ここから耐久レースが始まると。さあ右側にいるっつらゴー。篠崎真希奈はすでに亡くなっているってことだけど、うん、生活用品とか当時のままみたいね。結構なんか生活感まだ残ってるよね、古いけど。ちなみに今録画時間どんなもん。まだいけるね。篠崎真希奈が亡くなった後、誰もここに入らなかったのかしら。やっぱり怖いよ。この辺も見てった方がいいのかな。小さなテーブルの上には薬の袋と説明書が散乱し、袋には篠崎真希奈と書かれている。やはり篠崎真希奈の家で間違いないよね。あ、それだけそれだけですか。三角コーナーと思われる場所には大量のカビが溢れており、息をするだけでカビの胞子を吸い込んでしまいそう。わあ、まずいまずいまずい。俺みたいにあの呼吸器系が弱い人は絶対吸わない方がいい。あまり食事をしていた形跡はない。ちょっとダメね、あまりこの辺に長くいたらまずいかもしれない。冷蔵庫には写真が貼られている。お、ぼやけてはっきり見えないが深い霧の立ち込める森の風景が映り込んでいる。そのど真ん中に映り込んでいる不穏なロープは何ですか。まるで首を吊れと言わんばかりに。私は大丈夫、私は大丈夫。ダメやっぱり飼いたい。ちょっとちびったんじゃない、大丈夫。手がかりって言ったって、見当もつかないけど、マキナさんの遺品をできるだけ持ち帰ってみよう。遺品なんだろうね。これタンスかな、こういうところに入ってない。気になるものはない。これなんか写真立てっぽいんだけど違う。いや違う、これあからさまに写真立てっぽいもあんじゃん。ちょ細かくて判定が違う、そっちじゃないあ、もう関係ないっぽいな。まあ、いや、じゃあこっち行くか、こっち行きますか。よいしょ。お、落ちてるアイテムを調べて入手することができます。棚などにの中に隠されている場合もありますので、様々な場所を調べてみましょう。はーい。鏡には不安な表情の自分が映っている。うん、特になんか映り込んではいないと。じゃあタンス行きますか。保険の証書や印鑑などが入っている。持っていけないや。遺族の人はいないのかな。他には、あ、写真。時代を感じさせる古い髪型の若い女性が写っていた。この人が牧野さん。え、見してくんないの俺らには見してくんないの。
目力が強い。目を合わせているとまるで吸い込まれてしまいそうな眼差しの女性が綺麗な服を着て微笑んでいる。重ねられた写真を一枚一枚見ていく。すると名前むずくね。わざとだろ。篠崎よしえ、幸子のお母さんだわ。だとするとこの女の子は、こっち側は、よいしょ、何かしら。これ紙でできた白い小箱がある。ちょうど手のひらに乗るサイズの厚紙でできた箱。手に持ってみると意外に軽い。セーブして。見ないでおこう。嫌な予感がする。セーブして。一旦セーブ行こうな。何やとまでセーブしような。セーブをしときゃ怖くない。アキスロット結構あんだよな。ここに木片して上書きして、あ、ちなみに我慢耐久レースは続く。ちゃぶ台の上に乗ってるあの光ってるものも一応気になるっちゃ気になるんだよな。ちなみにさ、ここの押し入れみたいなところとかどう？ここは、あー、そうっすか。調べなきゃダメっすか。はい。何？開けよう。パンドラの箱じゃないことを願う。これさっき見たね。これさっき見たね。鳥の死骸でしょ。目をつぶりながら両手を合わせて、落とした箱はそのままに立ち上がった。これ調べなくてよかったんじゃない。はい、じゃあ行きますか。テーブルに何かが転がっている。乾電池を手に入れた。あー、はいはいはい、懐中電灯ね。F キーでつけられるんだよな。これでつけられるけど、別になんかこれによってこっち側に行けるようになると。お、真ん中にポツンと一人分の布団が敷いてある。掛け布団が人が潜っているかのように盛り上がっていて、まるで今しがたまで誰かが寝ていたような佇まいだ。そこに10センチ四方の鳥居のように鮮やかに赤い紙製の小箱が置かれていた。すぐそこに人がいるような錯覚にゾッとする。先にこっち。フラッシュライトいらねえよな。普通にいらなくないこれ。開かないか。何かが突っかえているのか、襖を開けることができない。じゃあこっち調べます。これを持って帰らなきゃ。もうすでに満身創痍なんだけど。大丈夫？どっから出てきた。マキナさん、もしかして。人影の頭の部分で丸い光が2つギラリと光る。
すべて黒いもやなのに目だけは生々しくぬらぬらとした人のそれだった。逃げゲー始まる。目の前に黒いワンピースの小さな子供が立っている。リアルお化け屋敷。自分の顔でしょ。よく見ると目の前にいたのは大きな鏡に映った自分の姿だった。背後に黒い影が迫っているはず。パニックを起こしながら振り向くと途端にカチンとライトが切れる。おー、空気が読めるライトくん。いや、読めてるのか読めてないのか。完全にあたりは闇に包まれる。あー、これは痛い。今の痛いぞ。今完全に角に当たったからね。がっつり角に当たったぞ、全身を。何か柔らかいものを潰した。一瞬ゾッとしたが構ってなどいられない。ようやく手のかかりそうなところを見つけ、ガラス戸を引こうとしたその時。何何何何？何これ、右手が開かない。気づくとあゆみの右手を小さな白い手、子供の手が両手で握っていた。気をつけないと、この子さ、取りつかれ体質だからやばいんじゃない。握ったままの自分の右手が開かなくなる。どうして手が開かないの。とにかく逃げなければ。あゆめは開かない右手を握ったまま必死に出口に向かう。ガラス戸を開ける。よし、行けた。あ、こっちに戻ってくんの。いやしつこいね、あなたも。吐きそうになりながら後ずさる。バクバク跳ねる心臓が痛い。気を失いそうだ。ジョバーは大丈夫。ないく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 っつってんの、くないっつってんの、なんなの。恐怖が極限に達したあゆみの鼻から大量の鼻血が溢れ出す。篠崎よしき、さすが篠崎。おい、素晴らしいタイミングで来たね。しっかりしろ、委員長。てか、なんで場所わかったの。すごくね、極戦のヤンクミ見て。なんで敵の場所わかるんだよっていう。ヨシキはぐったりとしたあゆみの体を畳の上に寝かせると、そっと状態を、抱き起こす。すぐに意識を取り戻すあゆみ。あゆみの周りにはヨシキとサトシとナオミがいた。うちでよかった。ナオミが涙を拭く。サトシたちの顔を見た安心からか、あゆみの目にも涙が浮かんでくる。篠崎、なんでお前一人でこんなことしてんだよ。本当だよな。てか、なんで無事だったんだろう。私がやらなきゃいけないことだから。ちょっと時間がいい感じなんで、ここで切りましょうか。はい。